岩屋城は、筑前国五笠郡にあった、日本の城である。戦国時代末期の天正十四年、島津忠長率いる島津軍と大友軍の高橋、正雲との壮絶な攻防戦で知られる。追記は、天文年間に、大友氏の武将、高橋明氏と伝えられ、立花城と共に、大友家の筑前支配の拠点であった。しかし、菅守は、市君、 大友総麟の傲慢な振る舞いに憤き通り、半家を翻したために城を生われ、大友家の宿老である、吉弘管理の次男、陳主が、高橋氏の名跡を継いで、高橋陳主となり、奉満、岩屋の両上主となった。天正十三年、立花上主の立花同説の死後、長男の唐ト虎トが同説の養子として立花上主となり、次男の宗ますが、 高橋家の本城である、宝満城に入城し、一族三人で、大友家の筑前での拠点防衛に就く。天正十四年七月十三日、筑前一帯を平定し、関白、秀吉の九州襲来を阻まんとする島津氏が、総勢二万にも及ぶ大軍で攻め寄せ、太宰府成長跡の東隣にある関税恩寺に陣を設けた。将軍は七百4名と共に牢城。 二週間の間眼鏡に抵抗したものの、角出城や鳥出が次々と陥落、国造鳥出を守備する福田民部将友も打ち死にするに及んだ。また、上司昌雲も自ら、なぎなたを取り敵的中に入ったが力尽き、敵陣に宿目を凍った後高矢倉の上に、上り自害して果てた。残された将兵も後を追い玉砕、天正14年7月27日に落城した。 正雲が高屋倉の扉に書き残したとされる辞世の歌は、カバネオバ、岩屋の苔に舞みてぞ、雲井の空に名をとどむべき定石から道を隔てた南西側に高橋正雲の墓がある。じさ山の中原にある。現在は掘り切りや土塁が残る。ありがとうございます。